配信見てくださってる方、こんにちは。斉君のこのど悪役芝居すげえ楽しみですね。あんまこうシュッとしてるイメージじゃないですか。やっぱクールで無駄なことあんま喋んないみたいな、もうすごいど悪役の発声をしてもらいたいです。バカめみたいな。俺舞台上でニヤニヤしちゃうかもしれないですね。おさむっちのそういうとこ見たら。そのおさむっちってのはいつ頃からそのあだ名がついてるんですか。僕らあの本当にあれは15年友也がまだ18歳とかだったもんね、あの頃。そうですそうです。俺が18歳デビューしてすぐの時に、うん、戦争映画で一緒で同じ舞台でで全然のだめとかやる前、うん、ブレイクする世間に見つかる前でもすごいやっぱ当時から目立ってて、戦争映画なのにものすごいシュッとしてる人いるわみたいな。そうですね、あの時の小生意気なガキがここまで大きくなったという、なんか弟みたいな感じでしたから、みんなの弟みたいな感じだったんで、やっぱ最年少でもありましたし、うん、でもその時から生意気でしたよ。いい意味で。あんま変わってないです。せめが今回もなんですけど、あの式神使うんですよ。なんでも式神を大量生産してですね、あの自分の王国を作って、僕はずっとハンモックに寝てるだけという、そういう暮らし。そういった暮らし、はい、ですかね。